チーズ好きですか。だからもうなんか今のビートたけしみたいな顔してたね。チーズじゃない。違うんかい。これ新発売って書いてたの。あまり男そっち方面見ないんだけど。お菓子。お菓子。これ普通になんか前も食べた感じするんだけど。どうですか。どうですか。甘じょっぱいの好き？うん、はい。好きだよね。うん。おー、何？柿の種。見たことある？え、ないんだけど。ねえ、それもなんか面白い。ミルクチョコ限定だ。ねえ、すごくない？それって柿の種の？あ、柿の種をコーティングしてんでしょ？2種のチョコ種を楽しもうって書いてある。え、柿の種って料理いけん？料理いけるよ。キャベツ、いや、サラダとかじゃない？多分。ベビースターとか、そうそう。明治チョコレートを使用しています。美味しそう。それをチーズでコーティングしてほしかった。ちょっと待って、ホワイトチョコの種がさ、ね、後引く濃厚なミルク感。ちょっとやばいね。そうね。克服って牛乳か。うん。チーズじゃない。チーズも牛乳なのよ。チーズもだって牛乳でしょ。まあそうか。牛乳だね。うん、まあそうか。まあいらないけど。こっちはいけるけど、多分こっちはやばいんじゃない。まあでもまあ食べてみて。だって牛乳とちょ柿の種ってこと。そんなミルキーな感じはしない感じ。でも後引く濃厚なで。信じられません。美味しそうだよ。これもバーって、あ、ちょっとバーって入ってる。何袋？4?22 ってこと？また偶数じゃん。うわ、なんか、いや、そりゃそうだろ、奇数なんてないぞ。なんかちっちゃいな。いや、ちっちゃくない？ちっちゃいな。少ないぞ。なんか、なんか、すごい匂いしてるの。え、それ、2つ、1袋に2つ入ってんの？うん。あ、巨大。おぉ、いいやん。なんか、幼虫みたいじゃない。すごいやん。白いね。なんか、すごい、でも楽しみ。これ冬限定？うん。溶けちゃうからじゃない？夏。うん。方向にお分けください。方向？はい。あ、うん、あ、いいですか。はい、あ、いい匂いする。いただきます。いただきます。え、食べたことあるんだけど。おい、うん、ま、全然ミルキーじゃないうん あれ、ミルキーだ。でもいける。別で食べた方がうまい。うん、別室？別で食べた方がいい。別って？チョコはチョコ、柿の種は柿の種。うん。何言ってんの？それかわいそうでしょ、考え出した。じゃあ落ちようって考えたの。ポテトチップスにチョコのやつ。どこにむせるよさ。なんかチョコってむせるよね。うまいね、これ。いい、いける。なんか鼻から出てきそう、柿の種。でしょ、いい。うん、なんだ、止まらなくなる。え、なんか辛かったよ、今。え、本当にコーティングね、白い方好きかもしれない。あ、ホワイトチョコ好きだもん。買おうよ。なんでピーナッツないの。おつまみって感じする。うん。
なんかおつまみ好きなの最近あるの。おつまみって、でもおつまみじゃないよこれ。スルメとかイカの燻製とかあるじゃん。あの好き。うん。何？お菓子で何好き？うんじゃないんだよ。うんじゃないんだよ。お菓子で何好きですか？デキの幸せバターは本当に美味しい。僕が最終的に出会ったのはかば焼きさん。何最終的に出会ったのはって何？もう最後なのそれ？うん、一番うまいっていうのに。もう最後なのさ、もうないのそれ。それ以上は多分もうない。焼肉さんもうまいよね。ね、焼肉さんパリパリしてる。焼肉食いてる。須田子さんとタラタラしてんじゃねえよと何だっけ、パリパリなんだったっけ、パリパリ。あれは普通にうまい。うまい棒とかば焼きさんと須田子とタラタラしてんじゃねえよだ。あれがアスパラチーズとかどう？一番うまそう。いや、アスパラガスってお菓子知ってる？パラガス？アスパラガス、あのチョコついてるやつ、あれうまい。じゃあアスパラじゃないのにアスパラガスっていうの、ね、ああ、あれうまいね。うん、ビスケットみたいな。エンドウ豆こういう感じの。ごめん、違う、アスパラって言って。エンド言ってないって。エンドスナック、あれ美味しくない？美味しくない。え何好きじゃない小枝。いや、だから君たちがもうお菓子か、美味しいと思うお菓子買ってきてって言ったじゃん。アイスだっけ？アイスの板チョコアイス美味しいよ多分ね。音知らないお菓子なんてないと思うよ。あるわ、ごめん、今はある。ねる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 。あれ音の時代に発売したの初めて。うん、食べてる。おっとっと好き。おっとっと美味しいね。おっとだ。おっとっとこそコーティングすればいいのにね。ね、すごい面白いんだけど。コアラのマーチをチョコでコーティングして。あったんじゃない、そういうのが。いやいや、つけ今いちご味あるよ。何の話をしてんの？好きなお菓子。好きなお菓子一つだけ。え、やっぱりかば焼きさん。かば焼きさん、かば焼きさん。低コストで。低コストって何？美味しい、自分が一番美味しいと思うやつだよ。うん、須田子さん、須田子さんシリーズ。須田子さん、かば焼きさん。え、かば焼きってビッグカツ？違う。え、かば焼きって何だっけ？すごいなんかパリパリしてるやつ。パリパリしてんじゃねえよ。それはタラタラ。あ、タラタラ。チョコのブラウニー好き。これ？そう、マジ。これ？それは、うん、これでしょ？あれないの？このチーズの下に、このこれの下にある。いいよ、食べてみて。好きなんでしょ？好き。それなの一番。え？マジうまいよ。いや、うまいけど、うまいけども。前あれだ、かば焼きさんとスラコさんさ、ポテチの幸せバター5枚ずつ買ったの。でもそれでも合わせて100、消費税を合わせて100何十円とか。やばくない？10枚で。で少ないでしょ、そんな薄いんだから。いや、薄いけど横に長いの。長くないよ、こんなもんでしょ、これぐらい。手でかくない？ちょっとリノが今ちっちゃいもん。伸ばすの。あれだよ、だって前マークより大きかったんだよ。あ、でかいな、マーク。あ、でも全然俺の方がでかい。いや、ダメダメダメ。カモン。あれ、あ、ちっちゃい。でもいい勝負してるの。もうしてる。あれ？でも前僕リネよりちっちゃかったんだよ。そうなの？だって一関節くらい違ったもん。へえー。すごい。男と同じ違うから。